ナウンサーの藤井京子です。今日は茨城県龍ケ崎市のタツノコフィールドからお届けします。こちらにお越しいただきましたのは龍啓大ドラゴンズ龍ケ崎の佐久間理央選手です。お願いします。お願いします。佐久間理央です。よろしくお願いします。はい、今日が、怪我明けですか。はい、怪我明けですね。初戦ということで、どのような気持ちでこの日を迎えましたか。はい、自分は怪我してスタートしたんですけども、早くチームに合流したいっていう気持ちで、いつでも試合が出れる準備だったので、昨日急遽スタメンって言われたんですけど、心は準備してたので、いつでも全力でいけます。今日は外の桜も綺麗で、天気も良くて、環境は整っています。さあ、どんなサッカーをしていきたいですか。そうですね、社会人の中に学生チームがいるってことなんで、やっぱり学生らしく、思い切ったプレーなど、チャレンジしてミスを恐れずにどんどんチャレンジしていきたいと思います。はい、今こんなに真面目に答えていただいていますが、なんと佐久間選手は YouTuber でもあるんですよね。ありがとうございます。紹介していただいて、はい、ロッキードリッキーっていうチャンネルでチャンネル、はい、はい、いただいてます。そちらでもサッカーのことは挙げているんですか。そうですね、先週社長に会わせていただいて、サッカーの動画を上げた方がいいって言われてから、ちょっとそういうのも意識しつつ、トレーニング動画などを上げるようにしています。じゃあそちらのチャンネルも注目していただいて、で今日は実際にこちらのタツノコフィールドに来ていただけましたら、佐久間選手の実際のプレーを見ることができますので、13時、1時キックオフですね。ぜひ今からでも間に合いますのでお待ちしています。お願いします。はい、じゃあ皆さんに一言メッセージお願いします。皆さん、学生の、はつらつとした勢い持ったプレー、そしてサッカーが好きっていう情熱あふれる、プレー、ぜひ生で見てください。応援よろしくお願いします。はい、お願いします。お待ちしています。